こんにちは、ブース。今日は11月30日に開催された桜坂46ファーストツアー2021の埼玉アリーナ3日目の話をしていくよ。配信で見たよ。桜坂46の変革が始まったような気がするよ。それはスタンダードを取り入れていく面もあるんだね。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1. 改編、実験期に入った桜坂46。2. 衣装チェンジ。3. 重大の代弁者。4. 今までにないもの。5. 森谷茜と渡辺梨花。んじゃ、最初は1. 改編、実験期に入った桜坂46。ね。どういうこと？今回のライブは私が感じていた桜坂46っぽさが少なくなっていたんだ。でも最後の流れ玉は、桜坂46らしくバシッとかっこよく決めていたね。私の桜坂46のライブのイメージってさ、ダンス特化のライブ。衣装チェンジもほぼしない。MC は最低限で、MC の意味はメンバーが息を整えるための休憩時間。ダンスが激しい。私たちが見た、でパッと思いつくのは欅坂46のラストライブ、今年のバックスライブ、ダブル欅フェスね。ずっと踊っているイメージあるよね。暗いところでずっと踊っている。で、強い照明がぐるぐるしていて、悪いけど、ダンスも見にくい。1曲、2曲なら演出だけど、それがずっととなると、もはや目を壊すためのビーム。ターゲットの10代なら大丈夫なんじゃない？ほら、コンビニの入り口でさ、たむろして欲しくないから若い人だけ聞こえる不快になる音を出しているっていうじゃん。コンビニの入り口のそれは若い人だけが不快になるものだけど、ライブでは若い人だけが楽しくなる演出なのかも。10代の閉塞感や鬱屈が表現されている。欅坂46からの伝統だね。尾崎豊とか中二病とか言われてた。社会に鋭いナイフのような睨みを効かせているイメージ。ノバディズフォルトとか、バンもそうだったね。というイメージだね。欅坂46や桜坂46はターゲットを10代に特化しているイメージ。それがね、今回のライブでは、これまでこのグループがしてこなかったものが試されていた。このグループがしてこなかった、が肝で、他のアイドルは当たり前にしている演出も少なくなかった。ターゲットは10代に特化しているのは同じなんだけど、10代がいつも怒っているわけじゃないって感じ。このまま行こう。2. 衣装チェンジ。ね。衣装チェンジが試したことなの？みんなやってるじゃない。乃木坂46は特に多いよ。だから、桜坂46ではやってこなかったことの試しであって、他のアイドルがやったことあるないは関係ないよ。何回ぐらいやったの？まずは最初の衣装がこれまでなかったことだった。統一された衣装じゃなくて、私服っぽくて可愛い。社会に鋭いナイフのような睨みを効かせているイメージは？感じさせなかったね。で、衣装が変わって幻想的な演出になって偶然の答え。では、藤吉かりんが悲しさに満ちた描写をしてたね。よくよく考えるとさ、偶然の答え。って悲しさに満ちた曲でも歌詞でもないんだよね。MV は松平理子に送る作品になってるし、劇中は切ない物語になっている。けど、曲自体はリア充への入り口なんだよね。人生の明るい方への転機だよね。20日のができる瞬間っぽいって感じ。バックスが白のドレスでソニアを披露して、黒ドレスで流れ玉が披露されて本編終了したよ。熱いいライブだったね。で、アンコールでなんだけどさ、坂道グループだけなのかわからないけど、アンコールはライブ T シャツで出てくるのが通例じゃん。メンバーが着てれば売り上げが変わるだろうしそこは変わらないよね。アンコールの無言の宇宙、は衣装だったよ。その後、ライブ T シャツで出てきたよ。最後に桜坂46の歌、を歌ってライブ終了。なるほどね、衣装については今までのライブと違うんだね。次は3。重大の代弁者。ね。なんだっけ。重大の閉塞感や鬱屈が表現されている。だっけ？でも、重大がいつも怒っているわけじゃない。重大だけが感じられる喜びも悲しみも怒りも楽しみもあるんだよね。それが今だけの特別なものだったと気づくのは失った後だけどね。その重大の喜怒哀楽が表現されてたね。ブルームーンキス、や君と僕と洗濯物、とかは喜びであり楽しい瞬間だね。山崎天がセンターしている楽曲は中学から高校に上がったり社会に出たりして、視野が広がっていく様が未来を見ている感じがするよね。そうそう、山崎天。おう、どうした？これまでの彼女らは私たちは進みたい道を行く。ついてきたいファンは勝手についてこい。っていう印象を受けてたんだ。で、山崎天がセンターの曲のパフォーマンスで特に感じたんだけど、バデイズに対して一緒に行こう。っていうメッセージを感じた。アイドルの一般的なファンとの向き合い方だね。
これから桜坂46の色になっていくか楽しみだね。タイトル曲は主に怒りが表現されていて、それが激しいダンスと強めの特殊効果が後押ししている。今まではそのタイトル曲に引きずられて、すべての楽曲が激しいダンスと強めの特殊効果で表現されていた。それが今回違ったと、見ている人間の目を壊すようなビームが減っていた。減っていたというか、最後の流れ玉、だけだったかな？だからこそ効果的に使われてました。次は4。今までにないもの。ね。あんたがこれまでの桜坂46ライブと違うものだと感じているのは分かったよ。私が夏のダブル欅フェスで感じたのは桜坂46のライブはダンス至上主義だってこと。メインステージからセンターステージに移動するときもまっすぐ歩く、というダンスパフォーマンスになってた。日向坂46がニコニコしながら手を振って走っていくのとすごく対照的だったのを覚えている。そんなダンス至上主義のようだったのに、今回はトロッコを使ったり、客煽りに使う曲があったり。これまでのライブと一番違うと思ったのは最初の方のマイクロスコープ、だね。ああ、ピタゴラスイッチみたいなダンスがある曲だね。それがね、ステージ全体を使ってアイテムを使いながらピタゴラスイッチやってたんだ。美しいダンスのピタゴラスイッチじゃなくて、楽しいピタゴラスイッチ。大きな100トンハンマーをメンバーが振ったりして、最後は3人が三輪車に乗ってレースしてたね。アイドルのライブとしてはそれほど違和感はない演出だけど、桜坂46のライブとしては異例に感じたんだよね。私としては楽しかったんだけどさ、曲とダンスは真剣にちゃんとパフォーマンスするもの、という固定観念が桜坂46にありそうだったから驚いちゃった。そういえば、あんた、バンで苦笑してたけど何だったの？森田ヒカルの時間はあんなにあったじゃないか。っていうセリフがあるじゃない。そのセリフが、呆れたっぽく他人事っぽかったんだ。歌詞の意図とは違うかもしれないけど、森田ヒカルからすればそうだろうなと、妙に納得しちゃったんだ。どういうこと？森田ヒカルが曲を体に入れて感情移入をした結果、ああいう表現になったんだと思うんだけどね。あの、時間はあんなにあったじゃないか。って誰が誰に言った言葉だと思う？あの曲の歌詞は、僕、しか出てこないから僕、が言ってるんだよね。前がなんでそんなに忙しいの？ちょっと待ってよ、後が人生の電源切られるように僕だけ退場ってこと？だね。怠惰に生活していたら、こいつダメだ、って見切られたんだよね。だから、時間はあんなにあったじゃないか、は今の僕、が過去の僕、に言った開墾の言葉？私もそう思う。森田ヒカルが曲を体に入れた時に、森田ヒカルは歌詞の僕、にならずに僕、を隣で見ている感じになったんじゃないかな。森田ヒカル個人はさ、全国アリーナツアーをするようなアイドルグループでセンターをやるほど頑張ってきたわけさ。夜明けまで動画を見てる夜があったとしてもそれが毎日じゃないわけ。どっかで怠惰を立って、行動するわけさ。僕、はそれができなかった。僕、が退場させられる背中を見て、呆れ顔で森田ヒカルは言うだろう。時間はあんなにあったじゃないか。歌詞の意図とは違うかもしれないけど、森田ヒカルからすればそうだろうなと、妙に納得しちゃったのね。最後は5。森谷茜と渡辺理香。ね、ダンスに特化しているように見えていた桜坂46のライブの違う形を見せてもらって、最後に森谷茜と渡辺理香が挨拶してくれました。森谷茜の挨拶の中で気になったのは、今年に入り卒業を決意してから、って言葉かな。卒業は解明した頃から考えていた？佐藤しおりと同じように去ろうとしてた？副キャプテン交代は森谷茜が考える時間だったのかな？森谷茜のことだからちゃんと考えたんだろう。彼女は視野が狭くなりやすそうだから考えすぎるのも良くないけど。だからこそ今年1年考えたのかもね。卒業を考え始めた理由が、自分がアイドルであることへの意識の変化なのか、欅坂46の苗のこだわりなのか、わからない。ただ、マスモトキラという生物との新しい関係性に価値観が一つアップデートされたと思うけど、仲間との絆で自分の進路がブレるような森谷茜じゃないよな。できれば、次にやりたいことができた、であってほしいね。佐藤しおりみたいに、で、渡辺理香ね、ちょっと驚いたんだよね。いつか卒業するんだろうけど、渡辺理香が自分から卒業する、って言い出すシーンが全く想像できない。どんな心境の変化があったんだろうね。アニラは日本武道館 2days。配信してくれると嬉しいね。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。